皆さん楽天の三谷でございます。素晴らしいご紹介どうもありがとうございました。またあの学長大使、それから、局長の方からもいろいろとご紹介いただきましてどうもありがとうございます。今日もですね、夜の6時半から東京ドームで日本シリーズの第3戦があるということで、まあ、あの仙台の方ですと雨が降っていると今日はあるのかないのかということで、ドキドキするんですけども、東京ドームでは必ずあるということで私も行って応援をしたいというふうに思っています。まあ、まさしくですね、今、行われています、東京読売ジャイアンツとそれから、東北楽天ゴールデンイーグルスというですね、まあ、この新旧の、このなんていうんでしょうかね、勢力が、まあ、野球というビジネスとは全く関係ないところで、まあ、激突しているということでですね、視聴率もすごくてですね、第一戦は最高視聴率 30% を超えまして、そして仙台の方はなんと最高視聴率 50% を超えるというですね、この異常な注目になっておりまして、まあ、しかしこれもまあよくよく見てみますと、まあ、非常に伝統的な、企業とそれから我々のようなゼロから9年前にスタートした、まさしくもうベンチャーのですね、工夫と知恵がいっぱい、なんていうんですかね、盛り込まれた球団の対決ということで、まあ、大変面白いなというふうに私も思って見ております。まあ、まさしく競争ということだと思うんですけども、今日はあの本当にですね、この USI と一橋大学のですね、ジョイントのカンファレンスということで、楽天も実はヨーロッパではかなり活発にですね、活動しております。フランスには 3つ子会社がありますし、またオーストリア、そしてドイツ、スペインには2社、それからまたイギリスということをやっておりますし、また電子ブックのコボでは、ほぼですね、すべての国でアマゾンさんと対等、もしくはそれ以上に、まあ、販売をしているというようなことになっております。よって楽天かなりですね、EU とは非常に、まあ、関係性が深いということであります。で今日はですね、競争力ということで、経済発展のための競争力ということで、私はまあ今日は当然あの日本という点でお話をさせていただきたいというふうに思っておりますけれども、これがあの、この国際協調の中ですね、日本だけではなく、まあ、世界で同じようなことが行われていけばいいのかなというふうに思っております。現在あの今日もですね、このあと、3時過ぎからですかね、競争力会議の、医療部会というのがありまして、その中で、まあ、インターネットを通じた一般薬品の販売ということで、多分また、厚生労働省とバトルになるんじゃないかなと思っておりますけれども、まさしく一番重要なことっていうのはですね、この規制緩和を、進めるということかなというふうに思っております。まあ、あの特にですね、まあ、TPP、FTA、それから EPA というですね、まあ、いろんなあの国際経済協定、自由貿易協定が結ばれる中ですね、国内で変な規制を残していくということは、まさしくですね、今まで以上に新しいものに対する発展が阻害されるということだけではなくて、日本の企業、日本の産業の海外の企業に対する競争力もなくなってしまう。例えば一般医薬品の話もですね、日本の企業は規制されるけれども、別にそのインターネットで Amazon.com を通じてアメリカの医薬品を買うのは自由であると、こういうことになってしまうということでございまして、まさしくですね、この国際化する経済、それから自由貿易というフレームワークの中では、規制撤廃をどうやって本当に進めていくか、それから国際性をどうやって進めていくかということがポイントになるというふうに思っています。であのこのですね、ペーパーは私があの安倍総理はじめ官邸にですね、出しました。じゃあ競争力会議として何を考えていくべきかということでございます。まあ、考えていくと当然ですね、マクロ経済的要素、このアベノミクスの1、2本のやっていうのは大変成功したわけでございます。まあ、デフレの中ではダメだということで、インフレターゲット論いろいろありましたけれども、非常にですね、うまくいったのかなというふうに思っておりますし、政府があれだけ積極的にですね、日本の経済に対するコミットメントを出すというのも今までなかった話でございまして、大変良かったのかと思ってますが、一番大きな問題としては日本の国はですね、まだまだパブリックセクターのコストが高い。GDP 比率で約 23% と、大体ヨーロッパ OECD が 20%、まあ、GDP 比率 3% 高い。
大変高いということでございます。それからイノベーション力ですね。これはいろんな意味でイノベーションもあるんですけども、残念ながらやっぱり、アントレプレナーが少ないと、ベンチャーが少ないという問題があります。でベンチャーをですね、作るためには、まあ、要するに新陳代謝をどうやって働かせるかということを考えていかなくてはいけないということかなと思います。それからオペレーション力、まあ、自動車産業を中心にですね、まあ、日本のオペレーション力が大変高いという評価を得ていると思うんですけども、実質には的にはホワイトカラー、パブリックセクターも含めると日本のオペレーション力、効率性というのはそんなに高くないというのが実情であるということかなと思っております。だからまあ国際展開力、残念ながら今までのものを作って輸出するというモデルからですね、今まで考えてないような競合が起こっている。例えばトヨタ自動車さんの競合は EU のオートモービルじゃなくて実は Google だったりするわけでありまして、また医療メーカーの医薬品のメーカーもですね、ゲノムの分析ということであれば実は IT 産業が競合になっているということで、いろんなですねフレームワークが変わっていく中、その国際展開力というものがですね、真の意味での国際展開力、国民の国際性を上げるということがとても重要かなと思っています。またジャパンブランドをどうやって上げていくかということも考えなくてはいけないということでお話をさせていただきました。それからですね、もう一つこの競争力会議の中でお話をさせていただいたのは、今までも何回もですね、このいわゆる経済成長、経済再興、そういうですね、このペーパーは作られてきました。しかし結果的に振り返ってみればこの20年間ほとんど進まなかったということで、やっぱこの数字化をですね、しっかりと行ってそして管理をしていくという手法をですね、導入するべきであるということで、まあ、キーパフォーマンスインディケーターというものをしっかりですね、決めてそれで取り組みましょうという提案をさせていただいて、安倍総理の方も、KPI という言葉をですね、使い出したということかなと思っております。また大きなファクターとしてはやっぱり、税金が高い。なかなかですね、これ面白い話でありまして、なかなか経団連の方々もですね、実はこのなぜそこでこう結構ハードに、この法人税を下げろという議論にならないかというと、いろんな形でタックスベネフィット、あるいはいろんな補助金等々があります。それをパッケージにされているということで、なかなかですね、強く出れないのかなというふうに思っていますが、実効税率、中小企業、一般企業も含めたところの実効税率というのは、極めて高いと。イギリスはまた、下げるというふうに聞いておりますし、アメリカも高そうに見えるんですけれども、実際に例えばアマゾン、グーグル、アップルの実効税率というのは 10% 台半ばであります。で、これはですね、まあ、海外所得に対する考え方がですね、非常にフレキシブルであるということと、それから州税がですね、例えばワシントン州であればゼロであるというようなことも含めて、日本のこの実効税率が極めて高いということは極めてですね、大きな問題でありまして、これをどうやって下げていくかということをですね、真剣に考えなくてはいけない。まあ、総理はおそらく相当真剣に私との会話の中ではやりたいということだと思いますが、なかなかですね、敵は誰かという話はありますけれども、なかなかですね、その当局が前に進まないということで、ご苦労されていらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。次に開業率の問題、私はベンチャーで後でご説明しますけど、新経済連盟というのをやっております。でよく言われるのは日本のですね、開業率が低い、大体 4%、 要するに100社あると今年できた会社は4社です。でアメリカ、あるいはヨーロッパというのは、まあ大体 11% から 12%、 新しい会社がどんどん生まれている。ところがよくよく見てみるとですね、廃業率もアメリカ、ヨーロッパは高い。 10% ぐらいの会社は倒産して、そして 10% ぐらいの会社が新しく生まれ変わる。日本はですね、いろんな意味で今回の規制もそうですけども、規制あるいはモラトリアム的ないろんな取り組みによって、古い企業、要するにパフォーマンスが悪い企業を守ることによって、結果的に新しい産業、新しい企業は生まれてこないという話になってますんで、まあ、東京都が一時ですね、新銀行東京ですか、ということでモラトリアムをやったり、金融庁がモラトリアム条項をですね、やったのは、まあ、まさしくですね、真逆の、全くもって、メイクセンスしない失敗策だったのではないかなと。つまり
まあ、マクロ経済的に言うとですね、経済の成長があればそれに合わせた雇用が創出され、そして産業も生まれてくるという視点で考えなくてはいけないということかなと思っています。また日本のですね、生産性高そうに見えますけれども、アメリカに比べて人口あたりですね、 GDP が 35% マイナスということでありますし、もう一つ今日は大きな問題でいうと、日本人の英語力が極めて低いということでございまして、アジアの中でラオスに次いで下から2番目というですね、非常にですね屈辱的な状況になっているということで、産業競争力会議の中で私が申し上げたのは2つあります。1つは入試をですねトーフルに変えてくれた、トーフルではなくてイギリスの大使館の方からイギリスのテストも導入するようにというふうに言われましたけれども、まあ、いわゆるグローバルスタンダードな実用英語にですね入試を変えるべきであると、まあ、いろいろ教育をいつから始めるとかいろいろ問題はあると思うんですが、最終的なゴールを変えればですね、要するに英語の教育も根本的に変わると。楽天は今ですね英語化ということを進めております。そして言葉のレベルがだいぶ上がってきましたけれども、またとご説明させていただきますけれども、日本全体の英語力を上げていくことはとても重要であると。それもう一つはですね、私申し上げたのはいわゆる官僚の方の英語力も上げてほしいということで、こちらの方はですね意外と人事院が積極的にやるということで、確か2015年か2016年に公務員試験にトーフルなり国際試験が採用されるということになったという報告を受けております。これも結構大きいかなと思っております。またなかなかですねブランド力ということでも観光客が少ないということで、これも、まあ、東京オリンピックますけれども、増やしていかないといけないということかなと思っています。まあ、じゃあそれをですねことを背景に、じゃあ楽天はどうなんだという話をさせていただきますと、1996年にですね、楽天の母体はできました。会社の設立は1997年の2月ですけれども、最初の従業員は5名で、欧米のですねベンチャーと一番違うところはですね、ベンチャーキャピタルから一銭も金を調達しなかったということであります。自己資本2000万円で始めまして、2000年に株式公開をするまで一切ですね、まあ、友達のお金を少し受け入れましたけども、別に必要もなかったんですが、自己資金だけで成長してきたと。そして5人から始めてですね、現在1万人ぐらいの従業員がいるということで、現在取り扱いしている商品数が約1億5000万アイテム、流通総額がですねもう2兆円が見えてきたと。そしてグループのサービス、大体40種ぐらいのサービスを世界各国で展開をしていると。またいろんなサービスがですね、インターネット上のサービスが1位ないしは2位ということでやっている会社でございます。売上もですね、これ手数料収入ですけども、約ですね4500億円ということで伸びている。楽天カードもですね今現在5位まで上がってまいりまして、まあ、伸び率でいうと1番かなということ。またポイントプログラムは日本でですね最も人気があるということで、会員数が8500万人、まあ、インターネットユーザーのほとんどがですね楽天の会員であるということであります。で、まあ、一番大きなポイントはですね、必ずしもその欧米型のビジネスモデル、 Amazon さんであったり eBay さんであったり Google であったり、そういうモデルを追従したのではなく、あくまでも自分たちが描いたサービスモデル、それから技術開発、そしてグループの戦略というものをですね着実に実行していったというところが楽天の戦略の大きな違いかなというふうに思っています。なかなかですね、日本人の大きな問題点というのはやっぱりこのビジネスモデル構築力っていうのが弱いんだと思うんですよね。今その家電メーカーさんが大変苦戦していらっしゃいますけれども、まあ、アップル、サムソン、まあ、それからまあ Google も含めて全くこう違ったその価値提供に移行している中、まあ、従来型のアセンブリー中心のビジネスモデルってもう通用しないという中ですね、このビジネスモデル構築力というものがですね極めて重要な、ソフトとハードとサービス、これをどうやって融合していくか、
あるいは一種のサービスをですね、どうやってコンバインしていくかということが極めて重要なポイントになってくるんですけれども、そこがですね、どうしても製造業中心的な考え方でいくとですね、できないというところが日本の大きな問題かなと思っております。で、そんな中ですね、先ほどご紹介、また今日お配りさせていただいておりますけれども、経済学者の知識とですね、競争力という本を書きました。いろいろ書いてますけれども、ちょっと少しだけピックアップしながらお話をさせていただきたいと思いますが、本当にイノベーションが重要であるということであります。イノベーション後からまたお話しますけれども、シュンペーターがですね、提唱した新結合、インターネットっていうのはまさしくですね、新しいものを結びつけていく、私は新結合を超える超結合だというふうに言っておりますけれども、そういうものであると。もう一つ今、政府に言ってますのは IT アウトバーン構想ということで、今日は言う話ですけれども、とにかくですね、インターネットアクセス、特に都市部の Wi-Fi をですね、超高速にして無料で開放しようという話をしております。これによってですね、日本では世界に類を見ない新しいインターネットのサービスがどんどん開発をされて、そして輸出されていくだろうということで、これを提唱しております。本当にヨーロッパのですね、自動車メーカーがアウトバーンを中心に超高速で車が開発された。でソウルに行くとですね、なぜその韓国の IT ベンチャーが進化していってるか、ほとんどのところがパブリック Wi-Fi でつながって無料で高速インターネットが使えるということによって、彼らはアメリカとは違うですね、ビジネスモデルの開発されていた。日本人が今ほとんど使っています、若者が使っている LINE というコミュニケーションツール、これも韓国の子会社が作った会社サービスであるということであります。でもう一つオペレーション力ですね、基本的にはですね、一番重要なポイントっていうのは、やはり終身雇用制、これを抜本的に見直すと。これはなかなかですね、マスコミの前で皆さん発言するのを、なんていうんですかね、少しためらうところであると思うんですが、やはりベンチャーをやってみて分かるのは、一番大きなポイントは人材確保であります。どうしても大企業、伝統的な製造業、こちらの方にですね、人材が滞留して優秀な人材が出てこないということがありますので、少なくともワイトカラーについてはですね、ワイトカラーエグゼンプションを導入して、どんどんと人材の流動を良くするということも必要だと思いますし、それから外国人労働者、特に知的な外国人労働者をですね、どんどんと採用すべきだと。ここについても楽天の話を少しさせていただきたいと思っております。で、今ですね、楽天は英語化というのを2年半前から始めました。何かというと、日本国内であれ、国内の事業であれ、基本的に会議体は全て英語で行う。そして基本的なですね、書類、これも英語にしようということで始めておりまして、結果的にですね、新卒採用の3割は外国人、新規採用エンジニアの7割は外国人ということになってきております。当然ですね、世界のいわゆるベスト&ブライテストを集めてくるということもありますし、またですね、社員の英語レベルが上がることによって、国際的視野でいろんなものを考えているようになるという大きなメリットもあるのかなというふうに思っております。でちなみにですね、コンピューターサイエンスっていうことで言うと、日本のですね、コンピューターサイエンス関連の学部から卒業する数ってのは、大体年間2万人なんですね。で、ちなみにアメリカは約36万人、そして、中国はですね、100万人、おそらくインドは200万人いると。2万人のプールからエンジニアを雇うのか、それとも何百万人のプールから選ぶのかということで言うと、もう同じとですね、会は決まっておりまして、やはりこの言葉の問題が非常に大きいというふうに思っております。一方、やってみて分かったことはですね、日本で働きたいっていうエンジニアはすごい多いっていうことですね。一つはやっぱり中国はなかなか環境的な問題があって、家族を持っていたら特に生きづらいという問題もありますし、日本は安全だし、食べるものもおいしいし、空気もきれいだし、優しいし、来たいと、非常に人気が高いんですけども、
最大のネックは言葉であるということなんで、ここを解消すればですね、世界から本当に優秀な人材がどんどんと日本に集まってくるのかなというふうに思っています。でまたあと投資については通信インフラ教育に積極的に投資をしようというような話かなというふうに思っています。まあ、国家的なコストを下げていこうということでありまして、まあ、特にエネルギー問題ですね。やはり我々もですね、サーバーをどこに置くかということを考えていったときに、なかなか日本にですね、置きづらくなってきました。電気代が高すぎるということでありますので、シェールガスの問題もありますし、原発の問題もあるのかもしれませんけれども、一番大きな今後のポイントっていうのは、この電力の地域独占、これをやめれるかどうか、要するに適正なですね、競争原理を導入すれば、おのずとですね、電力料金では下がっていくということではないかなということでありまして、最近少し他の問題に影を潜めてですね、あんまり言われなくなってきましたが、これが実は一番大きなポイントかなというふうに思って、で、国際展開力といえば英語のビジネス公用語を始めようということで、楽天がですね、なんで成功してきたかというと、上のところですけれども、基本的にですね、インターネットショッピングもインターネットトラベルも、それからインターネット銀行もですね、あるいはインターネット証券もあまり変わらないよねっていうのは僕の考え方なんですね。ウェブページがあって、サーバーがあって、お客さんがいて、そして取引があると、このノウハウっていうのは実はあんまり変わらないですよねと。よってそれをですね、横にいわゆる情報共有、横串を刺すことによって、一番いいプラクティスを全ての事業で活用できるというのが考え方でございまして、これをやってきたがゆえにですね、楽天は成功した。そのためにはみんなが同じオフィスに入るかとか、カフェテリアを無料化してみんなで情報共有をするように仕組みをするとか、今日もやってましたけれども、火曜日の朝からですね、ミーティングをして情報共有をするとか、いろんな仕組みは必要なんですけども、いかんせんですね、風通しを良くして組織間の壁をぶち破ることによってですね、成長していくというのが我々の戦略だったんですが、海外ではなかなかそれがワークしないと、この苦節何年間がワークしてなかったんですけども、なぜかっていうと、やっぱり言葉の壁がある、ということで、この言葉の壁を打ち破るために、この英語化を、実行したということでございます。言うは易しです。で、今でこそですね、普通にみんな英語で喋ってますけれども、2010年、今から約3年前はですね、大変な騒ぎでございました。私が朝7000人の社員の前で突然ですね、今日から、オフィシャルラングエージはイングリッシュであるというふうに、宣言して、もう場がシーンと、なってからですね、いろんなことがありました。で、結果的に今、TOEFL のスコアは、230ポイント。上がりました。大体普通の会社であれば15年から20年かかることを、3年間でやってきた。今、楽天に入るのも800点以上必要というふうになっておりますし、この TOEIC のスコアだけではなくて、実際にコミュニケーションができるかというようなテストの導入も進んできております。で、これはですね、ただ結構この話で言うとですね、いろいろとありまして、たかだか英語だと思ったんですけど、やっぱり言葉とその人間の尊厳っていうのは結構密接に関連してるんですね。で、だん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 とこうストレスが溜まってきます。特になかなか点数が上がらない人はですね、で今までこう日本語でこう偉そうにしてた人が、だん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 と、自分のなんていうんですかね、名誉が、毀損されるというか、なかなか、難しい状況になってきてですね、ノイローゼになったり、というのがいっぱい出てきたんでですね、これはいろんな形でですね、ヘルプしていかなきゃいけないということで、最後は、ね、もう英語の勉強も仕事であると、朝もうずっと英語の勉強しててもいいよと、もうできなかったら一日英語の勉強しててもいいと、これも仕事とみなすと、いうふうに最後しちゃったんですよね。ただ分かったことはですね、その面白かったのは、そうすると午前中分かりました、英語の勉強させてくださいと、いうことで、朝の7時ぐらいに来て12時まで勉強します。で、そうするとですね、普通であればそこからまたグダ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 やるんですけれども、彼はプライドありますから、昼飯も食わずに12時から仕事を始めて8時までですね、働くと、いうことで営業の成績はほとんど変わらないと、あるいは上がっちゃうと、こういうような現象が起こりました。で、当然ですね、教育というものは、非常に重要であると思っております。
日本の支持行動型の教育ではなくて、やはりもっと想像力をかきたてるような教育も重要だと思ってますし、現在ですね、なかなかインターネットを使ったですね、いわゆる e ラーニングというのは正式な科目として認められないという中でですね、もっと効率的な英語だけで教育の仕方を考えなくてはいけない。今世界はですね、例えばハーバード、スタンフォード、それからもっと中等高等教育も含めてインターネットをどうやって使うかと、教育に使うかということを考えています。エデュケーション X とか、それから、カリウィキとかですね、またスタンフォードがやってます、いろんな e ラーニングの会社が出てきます。で、彼らが言ってることはですね、この、印刷技術が出てきて以来一度も教育のメソッドが変わってこなかった。テキストブックがあって、教室があって、黒板があって教えると、こういういわゆるティーチングというスタイルから、このインタラクティブなインターネットが出ることによって教育に革命が起きるということで、今ハーバード、ハーバード X ということで投資をしています。ちなみにハーバードビジネススクールは HBX と、もともとエデュケーション X というのがですね、まあ、MIT、ハーバード、それからバークレーを中心にしてありまして、ただこれは一般的ないわゆるアーカイブですよね。いろんなテキストとかレクチャーのアーカイブで、その上にじゃあそれじゃダメだということで、ハーバード、ハーバード X というのを作ってですね、でさらにハーバードビジネススクールはその上にそれじゃダメだということで HBX というのを作りました。この HBX だけで投資金額が約250億円ということで、もう本当にデジタルケーススタディールームを世界中からできるようなことから含めてですね、もう真剣にやっておりまして、ここの教育に対する投資あるいは考え方をどうやって変えるかということが、中長期的に見ると日本の成長にとって大きな差になってくるんじゃないかなと思っています。あとブランド力を育てましょうということで、話のネタに言っておきますが、言ってのはプロスポーツの外国人枠を撤廃してしまいましょうということで、いろんな世界から来てですね、最終的には真の意味での世界クラブ選手権をメジャーリーグでやりたいという話をさせていただいています。まあ、ちなみにこれは冗談ではなく、モンゴルの国民の方々が一番好きな外国っていうのは日本だ。なんでかっていうと、朝青龍もいるし、白鵬もいるし、春馬富士もいるし、いろんなですね、歴史が日本で尊敬され活躍していると。で、楽天もですね、台湾でのブランドネームの認知度がすごく高いんですね。なんでかっていうと、最初の3年間台湾のですね、選手がたくさんいました。で、毎試合台湾で放送してたんですね。で、明らかにですね、他の国に比べて楽天のブランドネームの認知度は台湾では高いということになっておりまして、まあこういうところも含めてですね、まあ今まで日本人だけでやろうよということを変えていかなくてはいけないんじゃないかなというふうに思っています。まあ、楽天は世界で9番目にイノベーティブな会社と呼ばれていますというようなことかなと思っております。時間はもうそろそろ、まだあと5分ぐらい、それでですね、じゃあ、お話をさせて、最後にこのお話をさせていただきたいと思うんですけども、じゃあインターネット時代におけるイノベーションとは何かということが、まあね、とても重要かなと思っております。今までの枠組みじゃないということだと思うんですよね。今日政府の方も来てますけども、今 FTA にしろ TPP にしろ EPA にしろ、ベースの枠っていうのはおそらく B2B 企業間の取引ということをベースに考えていると思うんですけども、実はインターネットっていうものがですね、導入されてしまうと B2C も国際化していく。楽天市場で大体今日本のものですけれども、おそらく10年後ではですね、 30% ぐらいは海外の店舗が日本の国民に対して直接に売っているという状況になると思います。もう電子コンテンツの世界はそうなっているわけですね。 iTunes の、それから、Google の、Google Play の、出現によって、別に日本のなんかこのコンテンツマーケットプレイスから買わないでも海外から買っちまえばいいじゃない。そうすると値段も安いし、消費税もかかんないし、いいですよねと。これはまあ消費税が 5% とかそんな問題じゃなかったんですけども、 8%、10%、これ大きくなっていくと問題になります。 EU の国内でも電子コンテンツに対する消費税課金をどうするかっていうのは大変難しい問題になっているはずなんですけれども、これが国際レベルで起こってくるということがまず大事ですよね。これはまあコンテンツぐらいだったらいいんですけど、今度じゃあ企業間のサービス、これも電子で全部クロスボーダーでやっていきますよという話。メディカルサービスも
国際的にやりましょうという話になってくる。もっと言うと物の売買もですね、よくよく考えてみれば北海道から沖縄に送るよりですね、その福岡からソウルに送る方が圧倒的に近いわけですよね。でその、通関だ検疫だっていろいろあるからコストかかるわけですけども、そういうものがなくなった瞬間にですね、コンシューマーマーケットも一気に、国際マーケットに近づいていくということを考えておかないといけないということで、あるかなと思っております。よって先ほど言ったですね、日本のだけで、考えていくような制度設計をしてはいけないということかなと思っております。まあ、メディアのあり方も変わってきます。それから、楽天イーグルスもですね、今インターネットラジオ放送やってみろということでやったらですね、30万人から40万人が世界中から聞いているという状態になりました。まあ、別にプロのアナウンサーを雇っているわけでもなくて、社員がやたらですね、すごく拙い解説でやってるんですけど、やたら受けてると、いうことでございますし、ついに英語で放送してみろというとですね、世界中の人がですね、楽天イーグルスの、ラジオ中継を聞いていると、いうような、形になってまいりました。また、クラウド、スマートデバイス、いろんな意味でですね、もう本当に世界は変わろうとしているのかなと。まあ、フレーム自体が変わってくるということで、新しいフレームワークに適応した国が競争力を、競争を制するということになるんではないかなというふうに思っております。で、一つですね、重要なポイントっていうのは、インターネット自体はもう革命的な発明だと思ってるんですけども、インターネット上で起こっていること、それは楽天のサービスもそうですし、Google のサービスもそうですし、これはですね、別に発明でもないんですよね。基本的には、イノベーション、つまり新結合で、既存の技術をいろんな形でフォーメーションし直して提供していく、あるいは今までつながっていなかったものをつながっていく、携帯電話と、インターネット、地図とインターネット、テクノロジーの組み合わせによってですね、どんどん新しいものが生まれていくような環境に今なっているということをですね、国のリーダーがどれぐらい認識しているかということが、大変重要な問題かなと思っております。で、最後にですね、我々は、そういう新しいインターネットエイジに向けた、経済団体を作る必要があるということで、新経済連盟というものを作りました。これは全く経済同友会とか、それから、経団連さんとは違う切り口で、イノベーション、アントレプレネーシップ、グローバライゼーションということを3つをテーマにですね、どういうふうな制度設計をしていく必要があるかということに取り組んでおります。まあ、いろんな部会を作りまして、日本の国内のロビーング、また EU さんとはですね、ブラッセルを中心に、まあ、個人情報も含めてですね、IT 問題についてどういうふうに考えていくかということを積極的にディスカッションをさせていただいているというような状況にあります。ということで、まあ、ここで一旦私の講演を終了させていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。